化け物語ポータブル。学年1位と学年7位に勉強を教えてもらえるからな。はっきり言って無敵だぜ。指先一つでポポイのポイです。じゃんけんポイ。いや別にわざとじゃないし、一瞬だけだし。友達を作ると人間強度が下がるから。禁止禁止、試合後のハグなんてありえねえ。ピーチクパーチクポーチク、うるさいわね。じゃんけんほいほいほい。さすがファイヤーシスターズの兄ちゃんだ。うざい、いくぜ。Lose。 反省の色がない。普段から善行を積んでいればたまに暴れてもおめこぼしをもらえる。なでこチョップ。私は荒木カレン、荒木小読みの妹だぜ。もう知らない、知らない、うるさいな。次頑張るから。反省の色がない。そうせっつくなよ、元気いいな。じゃんけんほい。秘密は厳守するから平気平気。何かいいことでもあったのかな。結局こういうのって心の持ちようの問題だからさ。よっと、お願いできないなら、言葉が通じないなら、戦争しかないのさ。それをよく分かっておいてくれ。君が一人で勝手に助かるだけだよ。
あなたを虐待してあげる。睨むんじゃねえよ、人間。じゃん。剣、ポイニャ。動かない。にゃおん。動かない。どうやって口を封じればいいかしら。今回はこれで勘弁してあげる。あ、にゃ。殺したいくらいに愛されて、愛する人に殺される。最高の死に方じゃないの。ほら、ごめんなさいわ。さて、満を持してこの私の登場だ。じゃん。剣、はい。一体何を言っているの？駿河堂の駿河だ。それどころか問題が嫌われるようなことをしちゃったもの。ごめんなさいわ。あー、やだやだ。そんな言葉が誰の言い訳になると思う？やっぱりちょっと無責任だからね。弱くて薄いのよね。何でもは知らないわよ。知ってることだけ。私はどうやらとんでもない地雷を踏んでしまったようだ。ついに来た、この時が。期待されてやるにゃん。目には鉄拳、歯にも鉄拳。しやがって、にゃんだか不愉快なやつにゃん。こうにゃったら人間、どっちがよりバカか勝負にゃん。ないと思ったか。にゃっ、はははははは。ん？おい人間、追い詰めたぞ。人間にゃんかと和気あいあいとするほど俺は落ちぶれちゃいにゃいんだよ。素になんなよ。食い殺されたいのかにゃん。指先一つでポポイのポイです。とんでもねえことになるぞ。剣、はい。ペロじゃなくてフェチですよ。おいおい、近寄らないでください。うわ、くらえ。うわ失礼、噛みました。言い訳をさせてください。でもかっこ悪いです。さて、満を持してこの私の登場だ。とんでもねえことになるぞ。じゃん。剣、ほい。決まりが悪くて面早い限りではあるが、しかし素直に感服するばかりだぞ。私のことをこの卑しいペットがと呼んでくれ。
は？試しに一回だけでいいんだ。そうすればきっと分かってくれるはずなんだ。どうして誰も分かってくれないんだろう。とにかく償う償う、償わせてもらいますとも。攻めの姿勢だな。なでこちょう。そんな目で見つめられるとしゃっくりします。剣、ほい。嫌だよ、助けてよ。わかった、頑張る。なでこのことちゃんと見ててね。いやらしい気持ちになったりはしないんだよね。あ、失礼します。悲しいプライドですね。バカでごめんなさい。とんでもねえことになるぞ。じゃん、剣、ほい。には残念な話だろう。